70万まで積み上がったんですけれども、残念ながら希望金額まで到達できませんでしたので、今回はナッシングです。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ小泉さん、いかがですか。 70% まで来てたんですけどね。はい、もうそこは自分の力不足というか、はい、まだまだこれからこれを糧にして大学院留学頑張って最高のキャリアにしたいと思います。僕からも一言ですね。なんだろうな、あのちゃんとしすぎててワクワク感がなかった。はい、はい、でちゃんと答えてるんだけど、なんか普通に聞こえちゃう、僕にしてみると、はい、でそこのところだけでは、なんかあなたのちゃんとしてる姿は虎に映るんだけど、タイガーファンディングってね、多分それだけじゃないんだね、きっと。はい、うん、だからそこがもったいなかったなって。全部あなたのやり取りって機械的に僕横で聞いてて思うんですよ。はい、なんかそこでもっとなんか虎が思いもしない答えであったりとか熱であったりとかが出れば伝わったのかなって。多分みんなもう一束ぐらい、あと3人一束詰めばオールなるんだもん。だからこれね、あのなるべくしてナッシングじゃなくて可能性あったんだよ。なるほど。そうだから、そこのところがなんか小泉さんのこれからの課題かなっては思いました。はい、はい、ちゃんとしながら時には弾けて、はい、ね、頑張ってください。はい、はい、お疲れ様でした。改めてこう思うと、やっぱりよっぽど受験生版って変なやついっぱい出てきましたね。まともでしたね、今日ね。はい、めちゃめちゃ改めて思ったんですよ。やっぱ僕がこう感じるのは、今までがやっぱ変だったからこう思っちゃうんだなってすげえ思っちゃったんですよ。涙あり笑いありの、はい、怒りあり怒りあり、はい、それさんどうですか。そうですね、まあお坊ちゃま会だったかなって感じですけどね。奨学金のプレゼンに来たみたいな感じで、はい、出んかったら他のとこ行きますわみたいな感じの印象だったかなと思ったのと、はい、まあ、あとは、まあ、非常に気になったのがね、1ドル94円換算っていうね、まさかのこの円安を全く反映してない金額っていうね。そうなんですよ。でもこれ 1.5 倍以上高くなるやんって思って、渡航費用とか含めて。でもだからね、これいつ作ったんだよみたいな、94円の時にね、ドル買ってみたらよかったって、なんかずっとそればっか気になってますけどね。だいぶ前で、1ドル94円ってなくねみたいな。だからね、ずいぶんそのリーマンショック後とかの話をされてるのかなと思ってね。でもそこら辺ちょっとなんか、あんまり概算が曖昧だったんで、はい、あ、きっと僕お金あるなって思いました。はい、僕あんまり受験生版タイガーファンディングのコメント欄、ケタクサリンで見てないんですけど。でもたまに見ると、やっぱりコメントで、いや、本当にあのお金に困ってる人出してあげてほしいって書いてあるんですよね。これは真理だなというのを思っていて、下田君とかね、はい、ここに出てそのお金を得なければ彼は宮台行政塾の次の期に進めなかったじゃないですか。だからやっぱり僕ら気持ちがね入って、何とずでもこの若者を自分の思うような道に進ませてあげたいという気持ちが動いたでしょ。それからすると、まあ、今日の小泉さんだけじゃなかったのかもしれないけど、やっぱ本当はお金あるのにっていう人はどうなんだろうな、受験生版タイガーファンディングにはっては思いますね。もともとあの、松原さんの時からきっかけとして、やっぱり大学に行きたいけれども、金銭的にお金の部分で問題のある人が志願者でっていうのは、大きなコンセプトとしてあったわけなんで、これやっぱ崩しちゃいけないなって僕思ってますけどね、どうですか。当たり前ですけど、はい、ね、僕ら他人ですからね、はい、親御さんが面倒見るべきところっていうのは面倒見ていただいた方が正当なんじゃないかなと思いますし、はい、やっぱり視聴者さんがその同情できないと思うんですよね、はい、ただ単にお金持ちにお金出してるって、はい、もっと困ってる人いっぱいいるじゃんって話になっちゃうんで、はいはい、やっぱりこうだから視聴者さんたちと感覚をすり合わせるっていうのはすごい大事かなと。そうですね、うん、だから服装もね、小綺麗だとまたこれもね、ひどいわ、もう汚いと怒るっす。なんやねんその靴とか言って。